どうもこんばんは、ミッドナイトイーグル鳥のはじめです。おこんばんは。はい、今日はねちょっとオープニングをこっちで撮っちゃおうかななんて、もう現地にいるんですけど、まあ、1年に1回、鳥が訪れる場所があるんですよ。っていうのが、まあ、この後ろに、まあ、ちょっとこれ今見えないと思うんですけど、昔、ね、小さい頃、なんかよくわからないね怖い番組やってたじゃないですか。鈴のとこ違うか、あなたの知らない世界っていう場所、あの場所じゃないよの、オープニングになった、お寺さんに来てます。秩父にあるんですけど、ね、秩父の本当の山の奥の奥にあります。え、1年に1回ね、夏になると大概ここ来るんですけど、今年まだ来てないなと思ってね、来たんですけれども、ちなみにね、リアルな話をしちゃいますと、5日ほど前に1回来てるんですよ、ね、他の YouTube チャンネルさんと鉢合っちゃってですね、ちょっと自分帰りますよ、地元なんでって言ってね、聞こえる？鈴の音がするんだけど、なんだろう。まあ、あのね、秩父には札所っていう場所が30何箇所あるんですよ。そういう札所巡りっていうんですけど、お遍路みたいな感じで、そういう人かな。こんな夜にはいないか、さすがに、さすがにな、と思いたいかな。はい。でね、まあ、そのオープニング、あなたの知らない世界っていう、テレビ番組ね、夏のお昼とかやってた、そのテレビ番組のオープニングの場所の、ね、その現地に来てます。ちょっとね、ざっとこの後見せるんですけど、そっちに地蔵群、この山全部お地蔵さんなんですよね。水子地蔵なんですけど、実際こっちじゃないんですよ、映したいのは。なんだったらそっちはあまり映さないようにしたいかなってぐらいで、バッと見せますけど、この上に、トンネルがあるんですよ。そこに行きます。はい。なんかトンネルの方から鈴の音が聞こえてるんだけど、なんだろう。はい、行ってみましょうか。行くぞ、せんちゃん。はい、ちょっとねこっち側だけざっとね、見せちゃいましょう。ずっと鈴の音が聞こえてる、まあ、こういう風にねこうお地蔵さんがずらーってあるんですよ。こっちの斜面とかが結構多分有名で、ここにずわーって上までね、ちょっとこういうんであります。お地蔵さんがね、って全部向こう側まで。で、問題はここを取るんじゃなく、この向こうに行きましょうと。はい、超久しぶり。よいしょ。スズムシかな、なんか、あ、風鈴か何かがかけられてるのかな。はい、ちょっと風が出てきてるのも嫌だな。ね、速攻見えてくるでしょう、あのトンネルですよ。ちょっと今回暗めですけどね、だからもう一個ライト用意はしてますけど、やべえな、暗すぎるな。ちょっとうわ、びっくりした。はい、うん、
まあ、こんな感じのところです。ちょっとごめんね、俺が多分ね、鳥が多分ビビって鈴の音が聞こえてる。ちょっと待って、これ撮影になんないかもしんない。撮影になんないかもしらん。多分この音絶対マイクに入ってると思う。猫でもいるかもしらんな。どうしよう。ちょっとごめんなさい、カメラワークがめっちゃ悪くて。綺麗な水が流れてるんですけど、ちょっとね、どうしようかな。説明も何もここ、まあ、心霊スポットって昔からね、まあ、お化けが出るなんていうんで有名なだけなんですよね。別になんかね、怖い話がいくつもあったりとか、そういうそこまでバッてあるわけじゃないんですけど、足を見た、ね、ここのトンネル、しかももっと明るい夕方にね、足を見たって、このトンネルで、で足を見たってどういうこと。足だけトコ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 歩いてて、みんなでキャーって車ですっ飛ばしてって、そこに乗ってた全員がほぼ確実に見たってね。3、4人で行ってたって言ったかな、のいつもの夏のネタ作りでただ来るだけの場所なんですけど、何なんだ、鈴の音がずっと聞こえてたんだけど今は聞こえてないです。ちょっとね、あ、何、はあ、まいったな。なんか一気に持ってかれちゃったら、なんか、ええ、まあこの上に札所があるって言ったじゃないですか。札所からこう秩父の方に帰る道でここ必ず通るんですけど、ここのここをずっと、まあ、ブーンってここに行ったんでしょうね。トンネル入って中ほどで、まあ、運転してる人がその車をね緩めたっていいんですよ。その速度ゆっくり、もう止まっちゃうんじゃないかなぐらいにね、何って言ってたら、あれ何んってみんなでね、それを見るんですよね。あそこに一個だけオレンジの電気がこうついてるんです、真ん中に。あの向こう側からこっちに何かが来るって言うんですよね。でみんながなんだあれって、まあその時は普通に人だと思ったと。でも不思議なことに、オレンジ色の電気の向こう側からその足だけが見えたって言うんですよ。オレンジ色の電気に反射して映ったんじゃなく、ただ向こうから見えてた真っ暗の中からって、真っ暗でもないんですけどね、それをもうみんなで目撃して逃げたっていう場所
まあ、一つね、ね、そのなんていうか補足というかそういう毎年来てますけど、そういったことは一回もないです。鳥はね、どうしよう、ね、今ね何にテンパってるかっていうとね、さっきあの、ね、鈴みたいな音聞こえたので、もう何十回ってこの撮影入ってから言ってると思うんですけどね、いまだに耳に聞こえてるんですよ。多分おかしくなっちゃってるな、耳が超ビビってるんですよ。向こうからね、鈴の音がずっと聞こえてる。で、動いてる鈴が。電気を消すとね、こんなとこですね。あ、やべえ、バッテリーが切れる。ちょっと一旦。大丈夫かな。まあ、このぐらい真っ暗なとこです。まあね、こんな真っ暗の中で電気ささないでバッテリー交換しててこんなとこ目撃されたらそっちの方が怖いけどね。はい。こっちをちょっとつけますね。あ、うん、参っちゃったな。ちょっともう足とかどうでもいいわ。まいったなこれ。何かそういうね、特別に何かがね、スンポンってね、現れるとかはないですけど、撮影中に怒ってくれるはいいんですよ。でもそれが見えないと意味なくて、今どっから何の鈴みたいな音が聞こえてたっていうだけの話なんですけどね。こうやって没動画ができるんですよ。これ俺マイクに入ってなかったら嫌だよ。うち確認して ここまで来て一人でブツブツ言ってトンネル取って帰ってきただけのおじさんじゃんね。ここトイレっすね。まあまあまあね、ここに来たよってことでね、見ておいてもらえればあれだと思いますよ。はい。ちょっとね、もう本当ひどいよね。自分で思うもん。この辺に立てていいかな。
怒りの巨人じゃん。ないかな、大丈夫かな。はい、ね、ちょっとすごい微妙な感じになっちゃいましたけど、つかもうちょっと長く撮ろうかなと思ったんだけど、なんかやっぱりここ怖いっていうよりもなんか不気味って言ったら失礼なんだろうけど、まあ、そっちの方が怖いかなと。熊の恐怖が全部ね、鈴の音で帰ろうか。まあいや、マイクが反応してるよな、これマイクのメーター動いてるもん。誰か歩いてねえか。消えてない、まだちょっと聞こえてる。いや、ダメだろこういうのって。ちょっと待ってくれよ。帰るぞ。先生帰る。また次の心霊スポットです。帰るぞ、せんちゃん。